ありがとうございます。歴史的な勝利をこの日本にできたのを本当に誇りに思います。そうですね、本当にポジティブに、何でもポジティブに考えて前に進もうと。で、この前の試合は忘れて、気持ちだけしっかり思い出して、この試合にぶつけようという話をしました。本当にこの試合で何か九州の人たちに勇気を与えたり元気を与えることができればと思って、本当に勝ってこの勝利を九州の方々に与えれたことが非常に嬉しいです。ありがとうございます。本当に良かったです。先週90点大敗してしまった中でこの日本のファンの方を失望させてしまったんで、今日は特に気合が入ったし、特にその熊本大分の震災のあった人たちにそういいパワーを送るためにも、今日は何としても勝ちたいってそういう思いで臨みました。一周挟んでまたこの秩父宮で我々のホームで試合できるんで、そこでまた2連勝を飾りたいです。